桜が、池は、静岡県お前崎市桜にある池。美月天皇のお世に瀬尾律姫が池に出現された。それが演技で、池宮神社が創建された。桜の名所で、1954年に県に、名称として指定されている。ほとりには竜神を祀る池宮神社がある。平成14年に、国道150号線からの入り口に、鉄製朱塗りの大鳥居が建立された。 中央区池宮神社手前、桜が池南方以外を丘陵の原生林に囲まれており、およそ2万年前に風や波により運ばれてきた砂が溜まりせき止められて出来上がったと考えられている。面積はおよそ2万平方メートル。深さは具体的な数値は定かではなく、口述する竜神伝説から底なしと言われている。 平安末期の1169年6月13日、比叡山の公園後織が56億7000万年後に現れるという弥勒菩薩に教えをこうと言い残し、自ら桜が池の底に沈んで竜人となった。以降、秋の彼岸の中日には石飯を詰めたお筆を池に沈めて竜人に備える記載、お筆納めが行われている。 数日後には空になったおひつが浮いてくると言われ、円周七不思議の一つになっている。桜が池に沈めたおひつが、同じく竜神伝説の残る長野県の諏訪湖に浮いたことがあるとされ、諏訪湖と地底でつながっているという言い伝えがある。これに関連して、静岡県浜松市の池の平では7年周期で、池が湧くという不可思議な現象が起こるが、これは、桜が、池の竜神が、 諏訪湖に赴むく際に休息するためであるという言い伝えがある。富士港では、八み巡りといって、八ヶ所の故障で水行を行う修行が重んじられている。桜が池は桜湖として、外八階の一つとなっている。ありがとうございます。